はい、皆さんこんにちは。本日はですね、娘あと次男坊のですね、運動会があって、ちょっとですね、遠出、まあ学校なんでそこまでではないですけどしまして、そのままですね、三男坊をちょこっと遊ばせようかなと思って、近所をですね、うろうろしている形になります。で、本日はですね、先日お話ししたアルファ9にですね、その望遠レンズを装着して写りがどうかっていうのをですね、ちょっとお伝えしたいなと思います。まあただですね、遊びなので厳密にどうこうではなく、まあこういう使い方してもこんぐらい映るんだよみたいな感じでですね、見ていただけると幸いです。まあそのような形でカメラを楽しんでいきたいと思いますので、どうぞ引き続きよろしくお願いいたします。で、ちょこっとですね、この後次男坊が遊んでるところをですね、こちら Xiaomi 14 Ultra で撮影してみたいと思います。はい、とわちゃん何買ってきたんですか？なんかちょっと カツとカルパス2つとサワーペッパーキャンディー2つ。すごいね、駄菓子買ってきました。ではですね、ここからは改めまして、まあ、今回はですね、そのズームレンズと単焦点の望遠レンズ、それで全く違うスペックなんですよ。でもじゃあですね、ちょっと限定して SNS ぐらいで使うんだったらどうかなみたいな感じでですね、比較していってみたいなと思ったんですね。完全にお遊び企画ですね。で、そのですね、比較させていただくレンズとして1本目なんですけど、まずこちら APS-C 用の望遠ズームレンズ、まあソニーストアさんの価格で 36,960 円、かっこ税込みという製品で、まあ 55mm から 210mm までなので、まあ焦点距離をですね、フルサイズに換算しますと、広角端の方が約 83mm、 ちょっと端数が出ちゃうんで約とさせていただきますね。そして 210mm の方が約 1.5 倍ということなので、約 315mm 相当のですね、レンズとなっております。なのでズームができるという点とですね、その APS-C のカメラで使う場合にはとってもコンパクト、これダブルレンズキットとかですね、ダブルズームキットかとかでですね、こう組み込まれることの多い望遠ズームレンズで、まあ新品で買ってもその 36,960 円、中古で買うとですね、1万円、まあ安いと1万円ぐらい、まあもう少しするパターンの方が多いんですけど、ぐらいで手に入るレンズになってますね。そう考えるととってもコスパがいいので、選択肢の一つとして上がってくると思うんですけど、じゃあそのキットレンズに対してですね、はい、こちらがですね、私の持っている一番価格の高い上に一番ですね、望遠のレンズ、単焦点なんですけど、望遠のレンズとなっております。こちらがですね、ソニーさんの、まあ、GM っていうですね、一番いいグレードのものですね。300mm の F2.8、GMOSS というですね、手ブレ補正も内蔵されている単焦点のレンズになっていて、全くですね、こう並べると、別物なんですよ。サイズも違えば値段も全く違って、こちらソニーストアさんのこれ値段はですね、93万5000円となっておりまして、もう全く別物のレンズなんですけど、それが SNS ぐらいで使うんだったらどんな違いがあるかなっていうのですね、まあ、この α9 の APS-C モードとフルサイズモードとですね、使い分けて撮影をしてみて、どんな感じかなって皆さんに見ていただきたいなっていう流れが今回の動画のメインとなっております。ではですね、この後写真の方ですね、貼り付けていきながら皆さんにちょっと見ていただきたいと思うんですけど、フレームをつけておりまして、その下の部分にですね、情報が載っておりますので、その情報を見ながらですね、まあ、こんな感じに撮れるのかっていうのを見ていっていただければなと思いますね。では映像を移ります、どうぞ。ではここからはですね、このように写真を撮ってきたものを見ていただきながら、子供たちの後ろ姿ですね、ベンチに座った、それとですね、これがバラが咲いていて2倍のテレコンを装着している状態で撮影しまして、まあ、600mm の F5.6 相当で撮影をしております。まあ、このようにですね、まずはこの3ニッパの方のですね、レンズの写りっていうのを見ていっていただきまして、まあ、とっても綺麗にですね、印象的に収録撮影ができている写真ばっかりなんじゃないかなと思います。もうこのですね、写りを見ていただきながら、今これは2倍テレコン装着の状態からテレコンを外しまして、3ニッパ 300mm の F2.8 相当ですね、で写して、ここからですね、ズームレンズの、まあ、望遠端 315mm 相当の写りになってますね。で、 F 値はですね、開放と F 値8と2種類を試しているパターンが多いです。まあ、それをですね、見ていっていただければ
ければなと思いますね。これ3ニッパになっておりますね。まあ、こういう風に映りますっていうのを作例として見ていただいて、こちらがですね、ズームレンズの方の F8 の映り。ちょっとですね、この鳥がですね、あの横の方行っちゃったので、こういう風にずれてますけど、あとはこういったですね、お花。で、これがですね、ズームレンズの方ですね。これお花なのかな、実なのかな。まあ、それでですね、こういう風に取り比べていっております。これが 300mm の F8 に絞った写り。で、同じくこれが望遠端の、315mm の F8 という形になってます。ただ APS-C モードなんでちょっと背景の感じが違ったりとかしますね。で、写りの違いっていうのがどれぐらい感じられるかって見て、ぜひ見比べていただきたくて、まあ、このですね、絞り解放と絞った時、F8 ぐらいに絞った時、で、これが3ニッパの F8 の時ですね。で、これが 315mm相当のズームレンズの F8 の写りですね。とこの次ですね、こういう風に並べて比較していきます。 300mm の F2.8 で APS-C の 315mm の F6.3、 これが開放になっております。でこの続きまして 300mm の F8 ですね、若干絞った感じの写真と、でこれがですね 315mm の F8 で揃えてみた感じ、まあ、こうパッと見ていく限りですね、並べてみてどうにか分かるか分からないかなぐらいだと思うんです、絞っちゃうと特に。でこれが開放で、こちらがですねズームレンズの絞り開放となってます。 6.3 ですね。でポンとですね続いて、これが 300mm の F7.1、 これが8にしたつもりだったんですけど 7.1 になっちゃってましたね。これズームレンズの方の 315mm の F8 になっております。でこの後ですね、こういう風に 315mm の F6.3 で、この後はズームレンズの写真ばっかりになるんですけど、まあこのズームレンズを使ってもですね、特にこういった SNS 等で見るぐらいの写真だったら全然綺麗に撮影できるし、あとはですね、このズームができるっていうのがですね、とっても大きいメリットで、寄ることもやっぱりですねできるんですね。なので普段使う時にはどっちが正しいのかなっていうのはですね、用途が違うよっていうのは分かってるんですけど、このズームレンズっていうのは侮ることができないんじゃないかなっていうのはですね、使ってみて感じたところになります。はい、ではですね、このように望遠レンズですね、3ニッパと1番ですね、このソニーさんのレンズで望遠ズームでリーズナブルな 55mm の F 値、あの 210mm までですね、 55mm から 210mm までのズームレンズ、この2つをですねちょっと並べてみましたが、いかがでしたでしょうか。この辺ですね、あの楽しむのに価格だけじゃないし、この望遠距離だけじゃないし、あとですね F 値だけでもないし、あとはですねクロップされていても SNS 等で楽しむ分にはですね十分とかですね、そういう考え方ですよね。もちろん用途だとかそういうところに合わないよっていうんだったら別です。ただSNS で楽しみたいよとか、そういうですね、ライトな方たちにはですね、とてもですね、いい選択の一つなんじゃないかなと思って使ってですね、皆さんにお伝えさせていただきました。まあ、私ですね、もうこのように今は写真や動画を楽しむっていうところですね、というのをすごく大事にしておりまして、すごくですね、こだわって編集だとか、あとは撮影だとかっていうのも大事です。でもそればっかりがですね重要じゃないよっていうのもですねすごく理解しているので、何かですねそういう楽しみをですね、楽しみ方をですね、この YouTube チャンネルではですね皆さんにご紹介できるといいなと思っております。今なんかいい香りするなと思ったら、クチナシの花がですねいっぱい咲いております。とっても綺麗ですね。もうこういう風にですね、花が華やかな時期になってきましたので、こういったところを私はメインで写真楽しんでいきたいなと思いますね。で今撮影しているのもですね、こちらシャオミ14ウルトラでして、結構写真とか撮って、今日もですね散歩しながら寄り道ばっかりという感じで楽しんでおりました。ノーゼンカズラもですね、これ真ん中に綺麗に咲いております。こちらです、見えますかね。まあ、こういうのがですねとっても楽しいなと思いますね。ここだと見えるかな。はい、これノーゼンカズラの花になります。ではですね、このような楽しみ方もあるよというですね、一つのですねお話をさせていただきました。では失礼いたします。